ゃあここでこの4つの神、SP 気質のディオニソス、SJ のエピメテウス、NT の、プロメテウス、NF のアポロンはどう書かれているかをちょっと紹介したいと思います。はい、ディオニソス型の SP は自由奔放に生きて今日を楽しむ。ディオニソス型は自由を愛し何よりも束縛や規則、義務を嫌がる。なんかもう酒の神ですからね。SP 型にとってはエピクロスっていうギリシャの哲学者がいるんですけど、この人が言うのは快楽主義が正しい生き方であり、明日のことを考えるよりも今日を楽しむべきであるっていうのがこの SP 型なので、その行動する自体、行動することが目的、このタイプにとって義務とか力とか精神性は二の次で行動が大切で、しかもその行動っていうのはリハーサルなしの行動、練習とか衝動とかじゃなくて行動なんです、で衝動っていうのは生きている証で感じていて、このタイプは危機に直面するとますます活気づくタイプ、で周りを陽気にする術を持つ、ディオニソスたちは友人からエキサイティング、楽天家、陽気、気楽、溢れるばかりに楽しい人と描写されることが多い。で、あとはまたその人も羨むほどの派手な生活。SP 型は同じ状況が続くと常に退屈をしてしまう。なんて書かれていたり、ただその、とは言いつつ他のタイプには見られない勇気と忍耐力がある。とか書かれており、気前の良い平等主義とか、幸運を信じる楽天主義、自分の自由さを人に見てもらいたい、なんて考えている。7っぽい感じ、はい、で結果よりもプロセスに興味がある、なんて書かれていて、多くの SP 型は、多くの芸術家は SP 型だと書かれています。なんか良くないですか、じゃあ逆に、逆というか次に出てくるのが、よく対比で出てくるのが、ここで挙げられるんですね、エピメテウスが、エピメテウスが、はい、SJ 出ました。 SJ 要は SP 型と SJ がよく比較される、ちょっとブー悪いですよね。ブー悪いかどうかはまだ見てないんでごめんなさい、はい、要はここで、SJ 型エピメテウスをなぜ挙げたかというと、プロメテウスとアトラスの弟であるエピメテウスは、デュオニソスが SP 型を象徴しているように、SJ 型を象徴している。有名なプロメテウスの影に隠れているエピメテウスは、神話ではプロメテウスがエピメテウスに父であるゼウスからどんな贈り物も受け取ってはならぬと忠告したことがあるよと。で、いや、プロメテウスは自分で忠告した通り、初め多分ここで書かれているのは、ゼウスが彼と彼のために作り出した美女と結婚するのを拒絶した。なので多分パンドラは、ゼウスはパンドラをプロメテウスにを騙そうとして、プロメテウスにあてがおうとした。ところプロメテウスは頭がいいから断るんですよ。いらない、いりません、って言ったところ、エピメテウスが受け取った、パンドラをね、で兄の彫刻に従い、パンドラと結婚するようにゼウスが言った時に拒絶したんだけど、ゼウスが怒ったから、エピメテウスは結婚するんです。要は忠告とかその責任を受けるっていう気質、要は言われたことをやるんだ、プロメテウスがお兄ちゃんが絶対受け取るなって言ったから受け取らないっていうことも守った。守ったけど、守ったけど、めっちゃ怒ったみたいな。もっと上のゼウスが怒ったから受け取るんですよ。っていうところで SJ 気質が挙げられるんです。で、対比としては SP、自由奔放、やらねえよそんなん、みたいな人たちの横で受け取ればいいんですね。とか、こう、断ったりとか。はい。多分 SP の人だったら、はい、そんなことは
お兄ちゃんが言ったとかもう全く気にせずに自分が受け取りたかったら受け取るし、受け取りなかったら断るし、はい、自由なんだよ。こういう人たちは義務ですね、これがっていう、受け取ってダメなんですねって言ってたり、はい、あ、義務、うん、もっとこう権力者が来たら、あ、じゃあ受け取ります、はい、っていうところなんですよっていう話ですね、うん、で、プロメテウスに対するゼウスの恐ろしい罪、先ほども申し上げたように、うん、岩山につながれて肝臓を鷹についばまれるっていうところを目にしたエピメテウスは、うん、かっこ悪いけどもおじけづき、自分の決心を翻して、うん、まあ、ちょっとかっこいいのか危険を承知の上で、うん、絶世の美女パンドラと結婚した。で、間もなくパンドラは好奇心に負けて、うん、オリンポスの山から持ってきた金色の墓を覗こうとした、うんうん、それは、絶対に開けてはいけないって言われた箱だったよと、うんうん、エピメテウスはパンドラが禁じられた箱を開けて、うん、箱から人類に全てを災いをもたらすもの、うん、老齢、老疫、病、うん、狂気、悪徳、そして情欲をバーって放ってしまった、うんうん、その後も、うん、妻のそばにいて彼女を支えた、うん、あ、いいやつじゃないですか。で、エピメテウスも、うん、いや、パンドラはそれで苦しんだ、うん、自分が開けてしまった、うんうん、で苦しんでるっていうところで、うんうん、エピメテウスもパンドラと同じぐらい苦しい、うん、パンドラが苦しんだが、うん、エピメテウスも同じように苦しみ、うん、決して妻を捨てなかった、うん、いいやつじゃないですか。で、むしろ自分の運命を穏やかに受け止め、うん、今や世にはびこり出した悪に対して盾となるように自分がやるべきこと、うん、やって当然のことを探し出した、うん、あ、いいじゃないですか。っていうのがエピメテウス。どうですか。泣きそう。ここまで聞くといいですよね。さっきの話でいくと、はい、まあ美女に対して鼻の下伸ばしていいよいいよって会っちゃった単なる愚か者みたいなイメージだったけど、はい、ここまで聞くといいじゃないですか。ただギリシャ神話での扱いはそこまでです。うんうん、あ、ここまで書かれていない。うん、あの、カーシー博士はそうやって書いてくれたけど。うん、ギリシャ神話の扱いは愚か者で終わってますよ、うん、エピメテウスは。それがどこまであれかですよね。まあ、ちょっとここから勉強ですね。ギリシャ神話深くまでいくとそこまで書いてあるのであれば、まあちょっと流品を飲むことはできるんですけど、なかなかひどい扱われ方ですよ、うん、なので、そのやるべきこと、やって当然のことを、うん、自分がやってしまったことを見てね、うんうん、俺が守らねばと。そう、まあ、ここは自分の責任、自分の責任だから。なので、その、勤勉で人の世話をするとか、うんうん、幼い時から保護者的な態度を取るとか、うんうん、なんか人に奉仕したいっていう願望とか、うんうん、で、SP 型との違いとしては、うん、SP 型は自由で自立したいで強い欲求に対して、うんうん、SJ 型は束縛され義務を負うことに強い欲求を持っている、うんうん、僕は自由が良かったのに。でも自由にされると困るっていうところじゃないですか。そうなの。多分でも僕が握りしめてるのは多分そこなんですよ。うん、その多分欲求と無意識の楽感みたいな部分じゃないですか。はい、自分の手に入れてないものかっこいいっていう憧れ。はいはいはい、はい。で、まあ本当にそれが欲しいんだったらそうしたらいいってだけの話。でもじゃあそこで不公平なのは、うん、自由の人たちは僕のことをかっこいいって言ってくれないんですよ。別にそのかっこいいって言ってくれなかったっていいじゃない。あの、本当に自由が、アポロンはそうやって言うよ。自由が好きなら手にしたらいいよね。アポロンはそうやって言うよね。で、多分自由の人たちは思ってる。あの、別に誰も制限しないよって、僕たちお前たちのこと制限しないよって。そうで、まず、ね、あとは書かれているのは、うん、アリとキリギリスのアリ、うん、アリで、ここで言うアリは、うん、キリギリスが、うん、開けてくださいって来ると、うん、開けてあげる、開けてあげる、うん、いいよ、うん、君たち準備してなかったもんね、うん、僕準備してるから、うん、冬はここで過ごしな、うん、止まってってでも、まあ、それでみんなで楽しく過ごせばいいじゃんっていうところなんですよね、うんうんうん、で、あとは伝統を重視し作り上げる、うん、責任ある仕事を断れない性格、あと義務や責任の重荷を背負うのが好きって書いてあります、うん、好きなのか、好きなので、その SP 型が主催したパーティーでは、うん、結局 SJ 型のゲストが率先して動いている、うん、動きそうパーティーを SP 型が
て、パーティーやるよ、はいはい、パーティーやるよ、うん、おいでよ、おいでよってやってるとこで、うん、ガーってやってるのが SJ 型。行、うんうん、ったらこれ何もやってねえじゃん、あいつらみたいな。うん、しょうがねえな、もうって。やるタイプ、うんうん。で、なので、奉仕に対し、適切に評価されないっていう思いを持ってる。だから評価されたいんですよね、きっと。されたいです。僕の頑張り見てよって。それは見てほしいですよ、うん。っていう、こういうタイプが、肩書きとか権利とか法律を作った。うんうん、平等にはルールが必要だ。うんうんうん、自由なんて、自由と平等の両立は無理、うん、と思ってる。うん、まあ、自由にもルールが必要ですけどね。はいはいはい。と思ってる、うん。っていうのが SJ。うん、じゃあ、プロメテウス型っていうのは、NT、NT、うん、人間をより神に近づけようとしたプロメテウス、うん、かっこいいんですよ、かっこいい、お前なんか鷹についばま、ついばまれやがれですよ本当に。まあでもこう物語の主人公としてはエピメテウスかっこいいと思います、ね、だから映画になるんです、そう映画になるんですよ、人間をより神に近づけようとして、うん、プロメテウスは人間に光とエネルギーの象徴である火を与えた、うん、火とエネルギーを利用すれば人間は自然を理解し、うん、コントロールすることができるよね、うんうん、自然を理解しコントロールすることは、うん、すなわち力を持つことだ、うんうん、だからゼウスに怒られるんですよ、うんうんうん、プロメテウスは力を持とうとして、はい、人間に力を与えようとしたから、うんうんうん、なのでこの人たちは自分は異質だと思っている、ちょっと、うん、人間界においては、うん、あれって、うんうん、って思ってる NT プロメテウス型、うん、なのでまあ生まれながらの科学者、うん、知性を愛し自己分析する、うん、なのでそのプロメテウス型、プロメテウスは NT 型、うんうん、このプロメテウスの人に、うん、君はイカサマ氏で嘘つき責任感や自発性に欠けるよねって周りの人が言うと、うんうん、ポイントをついてるかもね、あだからちょっと異質なんでしょうね、うん、周りからすると、うんうん、で能力の夢中に向上、うんうん、常に自己批判している、うん、で完全に理解することを求めている、うん、権威よりも実力主義、うんうん、ああ。なんか邪魔なものがいっぱいあるんじゃないですか。いやで訳も分からずはびこっている、うん、なんであればと、そうこうルールとか、はい、そのルール非効率だよねみたいな、だから多分この人たちにとって本当にこの日本のこの先輩後輩、うん、野球部でいうところの、うんうん、なんか下手な先輩が威張っている、うんうん、訳分かんないでしょうね、うん、NT 型にとっては訳分かんないと思うんですよ、全然効率よくないじゃんこれ、そうだからそうじゃないですか、効率が悪いところを自分だけ効率よくやってるから、はい、イカサマしてるように見えるみたいな、ああなるほどでポイントついてるかもね、あ分かったんだみたいな、君分かってるねってちょっとその辺も上からな感じがで常に自分に疑問を持っている、うん、頭が良すぎる、うんうん、で高い水準を作って、うん、逆に悪循環に陥る、うん、あ、うん、常に高い水準、うん、なので遊びでも事故に負担がかかる、うん、要は SP 型の自由奔放さに比べて、うん、NT 型の人が遊んでいるのを見るのは、うん、感動的でもあるし哀れでもあると書かれています、うん、なのでそのレクリエーションの場でも、うん、遊びに計画性を持つ込み、うん、そのレクリエーションのスキルを磨こうと自分に鞭を打つ。これじゃダメだ。これじゃダメだ。これじゃ負けてしまう。負けてしまう。これじゃ遊びで勝てない。うんうん、遊ぼうよ。遊ぼうよ、うん。楽しもうよって、うん。で、この人たちは他人に期待しない。うんうん、常に自分に鞭を打つ。うんうん、また周りにも努力を強要するタイプ。うんうん、で、他人の感情には疎い。人たちが偉大な書物を残すこともある。で子供時代にも好奇心の塊、うんうん、なんで思うのはこの NT 型の動画を、うん、この手の動画を上げると、うんうん、バッて線とか超えるんですね、うんうん、あの分析しだすんじゃないですか、なんでそのこの INT のやつを上げると線超えてて、うん、他のやつだと超えないんですよ、うんうん、これかと思うんですね、うんうんうん、遊びよりも仕事に行き風変わりな天才とか書かれ、うん、
プロメテウスの神話に象徴される精神、うん、NT 型の精神は粘土から人間を創造したギリシアの神プロメテウス神話から理解することができると。自分の作った生命のない塑像に失望したプロメテウスは、うん、知恵と義芸の女神アテナに助けを求めた、うん、女神がプロメテウスを天上界に連れて行くと彼は太陽の車輪から火を盗んだ、うん、そして人間の胸に盗んだ火を当てて生命を与えた、うん、なんでプロメテウスが塑像を作って、うんうんうん、それが動かなかったところに、うんうん、命を吹き込んだ、火を吹き込んだ、かっこいいなこいつかっこいいなプロメテウス、人間を生み出したそうってことですよね、はい、でプロメテウスはその盗みの罰として大空の下で鎖につながれ、うん、貪欲の剥げ方が年がら年中彼の肝臓を朝から晩まで引き裂いた、うんうんうん、舞を崖に吊るされ残酷な霜と凍てつく風にさらされながらも、うん、プロメテウスの肝臓はまた翌日引き裂かれるために再生し、うん、その苦痛には終わりがなかった、うん、しかしプロメテウスは天から盗みを犯してまでも、うん、人間を無知から救ったのだ、うん、お兄ちゃんお兄ちゃんが人間を作って、うん、愚鈍な弟は守ってくれせめて守ってくれ、うん、アポロ型、うん、アポロは太陽の神ですね、うん、ゼウスの息子、はい、十二神おめでとう、アポロ型は直感感情の傾向ですねと、うん、アポロ的な気質を言葉で表すのは難しい、うん、他のディオニソス、エピメテウス、うん、プロメテウスはそれぞれ当たり前の目標を追求するが、アポロ型が求めているのは理解を超えたものである。その目的はあまりにも風変わりなので、アポロ自身でもきちんと説明ができない。で、人の理解を超えた目標を持っていて、目標としては自分自身になることが目標である。 NT 型は NT アポロ型は責任から解放されたいっていう SP 型の欲求も、その責任を持ちたい、うん、所有したいっていうことで満足する SJ 型のことも分かるよ、うん、頭いいから頭のことね、あなたのこと、アフロ、うん、アフロね、うん、それも分かるよ、うん、でその NT の能力をため込みたい、うん、ああ分かるよ、ああ僕言いそうそれも分かる、うん、っていうのを全部分かる、うんうん、けど、うん、僕が何か、うん、っていうのがわからない。そうわめっちゃわかるっていうのがアポロ、うんうん、で人生の目標、うん、人生の目的は人生の目的を持つこと、うん、なんじゃそれはですよねでもわかる気がする、はい、で仕事としては、うん、パラドックスを解決するのが仕事、うんうん、で自分探しの終わりなき旅を続ける、うん、個性とは人に認めてもらうこと、うん、人格者になる願望がある、うんうん、でユニークなアイデンティを求める願望は意味のある人生を送ること、うん、人生とはドラマだ、うん、っていう人たちなので、その人間関係にはとても寛大、うんうんうん、っていうかまあ見下してるんでしょうね。あ、僕言葉悪いかな一番下にいるからね、しょうがないですよね言葉が悪いのは、うん、でも認めてもらいたいってことじゃないですか。僕が、あ違う、アポロが、アポロもまたね、アポロもまたですね、うん、はい、だから寛大、ああ、うん、なるほど、わ、うん、かるよわかるよわかるよってくそで、なのでカウンセラーや教師に向くと書いてありますね、うん、で感情移入ができる才能がある天才であると、うん、独特な才能、観客の夢を壊すことがないと、うん、なるほど。で作家の多くは NF 型、うんうん、でアポロは人間と神を結ぶ存在であると、うん、ギリシャ神話に登場する全ての神の中で、うん、最も魅力的で複雑な面を持つ一人に、うん、まあ、この人がいるよと、うん、SP 型のディオニソスはあるがままの現実を受け入れ、うん、主治肉輪の快楽にふけり
哲学的に生きた。で、人間には官能の喜びを与えた。で、エピメテウス、うん、SJ 型のエピメテウスは、うん、パンドラの箱から飛び出した邪悪なものに苦しめながらも、うん、SJ 型的な忠誠心を持ってすべきこと、うんうん、して当たり前なことが命じるままに、パンドラに寄り添い、うん、箱の中の唯一の善である希望に慰められた、うん、でその結果、うん、人間は社会良識を発達させ、うん、いつも明日はもっと良くなるだろうと希望を持ったのであると、うんうん、そのためにエピメテウスはいた、うん、希望を与えてるってことですよね。で、うるさい。で、一方人間が粘土でできていることを悲しんだエピプロメテウスは、うん、太陽から火を盗んで人間に与えた、うんうん、お兄ちゃんが、お兄ちゃんが。そしてアポロは、うん、ギリシャ神話では人間と神を結ぶ存在であり、うん、人間には使命感を与え、霊性の探求を続ける方法を教えた、うん、それが神を冒涜するのだと知りつつも、うん、ちょっとかっこよくないですか。うん、要は常に探求し続ける、うんうん、要は科学はそうですよ、うん、もう何て言うの、科学はもう神がないって言おうとしてるようなものじゃないですか、うんうん、その不思議に起こるものを次々に、うん、いやそれってこうやって再現性あるよ、こうやって再現性あるよ、うん、なんでそうなるのって、うん、っていうのは、うん、それは神の冒涜だよ、うん、っていうのを知りつつも、うん、それをし続けることを教えたのがアポロ型だよ、うんうん、かっこいいなぁ。いやでもエピメテオスもかっこよかったですよ。あの感動しますよ。この4つの今までの。泣きそうになったのは、泣きそうになったのは確かにエピメテウスです。うん、そう。はい。で、またこのアポロ、うん、NF ですね、うん、は、自ら進んで真実の使者という役割を担い、うん、父なるゼウスの意志を人間に伝えた、うん。いや、ここだけが直系のお父ちゃんがゼウスなんです。うん、で、この神は古代ギリシャ人の二重性を象徴している、うん、その二重性とは理想真実美精神的なものと神聖なものへの追求、またそれと同時に冒涜醜悪、うん、堕落肉欲に対しての欲求、うん、それもあるよね、うんうん、それもあるよね、うん、これもあるよね、うん、っていう二重性、うんうん、でまたアポロはそのギリシャの理想である精神の純粋性、うん、他人を助ける献身的な気持ち、うん、人を癒す音楽や歌も象徴している、うん、汚れを清め精神と肉体の治癒者でもある、うん、預言者であり神の代言者であり、うん、霊性を与えるもの神性を持ち不滅の存在である、うん、アポロをそやで粗暴な一面は自分の主権が脅かされたり、うん、人類に平和と愛をもたらそうと努力して、うん、挫折した時にのみ爆発するに過ぎないと、うん、アポロの中では使命感、うん、個々の人々への礼賛アイデンティティの追求と並んで抑えきれない感能激しい気象が複雑に渦巻いているアポロの中には、うん、神話では正当な理由があれば殺人も厭わなかったし、うん、テミスの神託書では巫女の正気に犠牲にしてでも自分の礼拝に使ったり最後には父のゼウスまで裏切ってしまう、アポロの中では聖なるものと不尊なものが隣り合わせなのであると、うん、なんかちょっとぽいですよね、まあ、エニアグラムでいうタイプ級っぽいっていうか、うんうん、あれもあるよねこれもあるよね、うん、なんて、うん、僕が言いそうだなって、はい、っていう、うん、この4つの気質、うんうん、SP、SJ、NT、NF の、うん、なんか自分にはそんな面があるよって思うと、うん、ちょっとなんか楽しくなってきませんか、うん、我々は神であると、うんうん、でそんな使命を持ってるんだよって考えると、うんうん、あのまあ、我々のこの動画の、うん、モットーである、うん、笑いを大切に、うん、ほんの少しのやる気、うん、になればななんて思ってます、うん。